皆様こんにちは、劇団あずさの座長あずさしげきです。あずさけいのすけです。あずさりゅうせいです。あずさうきょうです。はい、引き続き撮影の方は4月26日、場所はまだ天城館の方で撮影いたしておりますが、もう多分放送の時は7月入ってるんじゃないかと思います。もういよいよ8月が、熊本県は平山温泉聚楽園の方に久しぶり、約2年ちょっと、約3年ぶりかな、行きますけれども、熊本見どころは、じゃあ年下から行きますか。熊本、はい、熊本、熊本、熊本の人は、ね、どういうとこか知ってると思いますんで、もしこう劇団アンサー見に来るときに、熊本他にこういうとこがあるよ、こういう熊本来たらこういうの見て帰ってくださいとか。熊本に行ったら、はい、野菜やお肉が美味しいです、まあ、野菜、うん、お肉、馬刺しね、馬刺し、熊本は馬刺しやもんね。野菜はからしれんこんのことかななんかスイカとか有名やなかったあ、スイカも有名、うん、植木スイカとかあるもんね。そうそうそう、馬刺し、そう、ちょうど言っていいかどうか分からんけれども、聚楽園、そ、今度公園場所の近くに馬刺し屋さんがあるんで、あそこ美味しいんですね。そう、あそこコロッケうまい。あそこできた当初から行かせてもらってる。コロッケうまい。コロッケ美味しい。何のコロッケ、いろいろあるよ。牛、野菜とかいろいろ、野菜、牛、馬とか。ヘルシーよね、ヘルシーコロッケ、多分それかな。ヘルシーメンチカツか。うん、こう 牛か馬かのこうコロッケ、肉がいっぱい入ってる。う、馬のコロッケみたいな。馬コロッケ、うん、あるある。それが好きです。そうそう、あー、なるほど。俺も好きかな。でも俺ヘルシー派かな。ヘルシー派、うん、私もヘルシー、うん、俺もそれかな。そう、でも馬刺しもうまい。馬刺し美味しい。あそこ本当うまい。そう、あそこ本当美味しいんで、もしね、聚楽園来ていただいたら、本当に近くに馬刺し屋さんがあるので、そこにも寄っていただければと思います。はい、じゃあどうぞ。やっぱり熊本平山温泉は温泉が有名なんで、やっぱり温泉がいろいろといいですよ聚楽園の温泉は本当に湯質が良くて、湯の花が浮いてるぐらいなんで、うんうん、湯の花が浮いてて、ちっちゃい頃その湯の花が汚れなんじゃないかなって勘違いして、うん、そしたらこれ湯の花って言われて、あ、湯の花なんだ、湯の花があるけめちゃくちゃいいよって言われて、うん、ああ、これ湯の花なんだ、いいんだっていう感じで入ってます。あの辺ね、聚楽園の他にも花すべすべ近くにお風呂がいっぱいあるんで、いっぱいあります、ね、いろいろこう家族湯とかお風呂あちこち入っていくのもいいんじゃないかと。もう入った瞬間分かるもんね。分かる、すべすべする。分かる。だからこう頭とか顔とか洗った後、こうお湯かぶっても、うん、あれ、そうそうそう、まだ泡がついてるかなっていうぐらいすべすべするね。そうですね。そう、だからその聚楽園も、聚楽園がやっている家族湯春日っていうところもありますし、元湯っていうところもあるし、他に家族風呂がたくさんあの辺できたんで、いろんなお風呂に入っていただければと思います。じゃあどうぞ。あるし、まだあるよ、まだあるよ、まだある。遠征で来てくれた方向けよね。そうよ、うん、そう、熊本城は熊本が分かるから、うん、熊本城があります、うん、からの聚楽園からちょっと行ったら町に出てホテルとかいっぱいある。ちょっと待ってよいいね、ちょっと喋ったと思ったら面白いね。いや、いいよ、面白いよおい、ホテルありますじゃねえよ。ダメこれはホテルあります。これはチョキチョキだろこれはチョキチョキだぞ。そのちゃんとしたホテル、それはね、まあ、そあるよ、うん、あるある。違くてもちょっと違えよ。違くてもいや、ちょっと行っても旅館もあるし、うん、ちょっと街行ったら、町の方に行ったらビジネスホテルもあるし、まあ、どこにでもある。これ以上やめよう、この話は。やめよう。これ以上やめよう。やめよう。行き着くところがもうやばいところだ。聚楽園ってちょっと離れとるやん。そうね。だからこうちょっと、うん、お忍びで来るようなところってな感じはするね、雰囲気的に。忍び？おほ？俺なんかおかしなこと言った？お忍びってなんですか？いや、だけあのちょっと隠れてって、こうあまりいっぱい人がいるところじゃなしにっていう感じで、ちょっと落ち着きたいとか。僕にはうってつけですね。
あ、人間嫌いの人とあまりね人はあんまり話したくないです。だからこういっぱい大勢いるところよりかは、うん、静か、本当自然がいいですね。静か、本当静かよね。そうぐらいぐらいです。でもまあ熊本城はそうよね、そう熊本城有名なんで、でもうねちゃんと復興したんで、うーん綺麗になってた、テレビ見たら。そう、私は八千代座。ああ八千代座、山賀って言ったら八千代座かなって思う。そう八千代座いいですよ。八千代座見学できるんで、昔からの劇場ですね。 僕も2回ぐらい、あの回答のおかげで八千代座に立たせてもらったことがあって。あできるんですか？今はどうかわからない。でも前は座長大会とか、あの回答の公演があったんで、年に1回で、その時に2回ほど出させてもらって、いやもうすごく良かった。八千代座、カホ劇場ほど大きくはない、こう仕切っとる感じのマス席。あ、じゃあ本で見たことあるかもしれない、うん、学校のこう図書館で。だからあの本当 すごく素敵だった、うん、だからあの辺をこう歩いて回るのもいいのかなって。それこそ温泉もあるし、桜の湯っていう大きいお風呂があって、うん、だからそこら辺もこう見て回るのも、僕も時々あの辺を歩いて舞台で使う傘買ったりとか、そう傘が安かったり傘買ったりとかあった。展示されたのもってあそこ。うん、そう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 。でそういうの買ったりとかね、コーヒー飲むところもあるし、だってあの辺は歌舞伎の人もね、それこそ亡くなった勘三郎さんだったりとか公演があって、うん、すごくいいところなので、よかったら、呪楽園で芝居見た後、お泊まりの人はあちらこちらと、まあ、見ていただきたいなと思っております。さあ、じゃあ舞踊賞の方にね、はいね、はいはい、ラストはあたかの松風という、長編歌謡浪曲でございますんで、最後まで見ていただければと思います。では舞踊賞見てください。ステージは変わります。再ステージ、劇団座長あずさ刺激のステージです。花用で担ぎ上げられ背中に墨を入れようと己の弱さを呪った一人の夜、腐って腐って腐り果てラーメン横丁の立て看板ゴロ巻き引っかくチンピラの哀れ息軽悲しさよ。セミが鳴く畜生とセミが鳴く刺して見せましょう己の腹を刺されてみましょうかボロ雑巾ため息交じりのラッパの兵隊幾人束ねて勝ち込んでも命からがら負けちまい正気の沙汰じゃねえなどと狂ったバカが肩にを気取るセミが鳴くセミが鳴く畜生と二人ばかりをかますから裏と表を透かしましょう酒に溺れて毒づいた一人の夜聖人情芝居が俺には歪んで見えるサイコロ転がし超過半過で登ってみましょうかこの世の果てまでセミが鳴く畜生と
ょっと群れをなさない都会のセミよ、お前そんなに悲しいか。切った葉っぱで弾かれ死んだふり、心揺さぶりときめかし、肝に銘じて這い上がりゃ裏切り血の雨ふっかき上がる。肩着の癖して極道の真似事、セミが鳴く畜生と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 。そう刺激座長。花形あずさ圭之介のステージです。ゆうのすけすり寄る夜更けの酒場、合せた唇濡らすように、あなたしか愛せない、あなたにだけしか尽くせない、好きで好きで好きで流れる酒の川、花形圭之介。
だからない。バカがバカがバカが流れる酒の丘。ほらまた劇団若手あずさ右京のステージです。右京小僧も見かで逃げたよ山寺のお所さんは。えいや酒は飲みたし酒屋は遠い。そこでも苦行にええまたやつあたり。村の役場のサイレンが鐘に変わって意見する意見する。今日墨染め衣は魔法のマントだボロボロのお師匠さんが。ショーの数々、この曲をもちましてラストステージ、あたかの
松風。旅の頃も忘れかけの旅の頃も忘れかけの水族基礎でに待つ風梅雨しぐれ越すに越されぬあたかの席の旅頃もああ今や命もこれまでか息を殺して咳の音に差し掛かりそう人を調べる咳森もいかべとがめん肝心帳の空読みよああ嘘かまことか方眼に姿に通う五力を呼び戻しそろ愛よ井森殿にはなぜにかほど卑しき五力を皇冠殿と疑い召されよあの子かなに武器痩せ後は力め何時のために我らが何時を以下ばかりやれにくいやりくいやいでもの見せて打ちすれくれるわを通して骨にしむ弁慶忠義の金剛杖がまたうなるああ南無八幡吉常も涙を血に染めて踏みこらえそろ
情けとがしの袖つゆに濡れて広がる海津の裏の迷い、ああ黄金花咲く道の奥へ影を連ねて秀秀は落ちの流れそる。誰が行くか決めてない、いかがでしたか俺久しぶりかもしれない言ったの別にこうこれといって俺最後だけかな、うん、まあセミが鳴くやけんが、まあ、8月、まあ、夏セミが鳴くぐらいかな、のんべお師匠さん何回踊った ?1 回 ?2 回初めて初めて、はい、あ初めての踊りどうですか。最後の3番の歌詞が忘れました。ああいう早い曲って一歩こう遅れたらあともうグダグダってなるよね。全部歌詞が頭入っておかないとね。3番のこうサビみたいなところでこう最初にそこを決めて、うん、あとはバーって決めたんですけど、うんうん、その最初に決めた手を忘れました。あ、まあ、初めてだからね。そう初めてそういうやつって、まあ、急にポッと抜けるんでね。ちょっと悔しいですね、うん、はい、悔しいですなんでいや、振りかなって。え？あそこも解散するから。解散したんか？解散したから。いやいやいや。解散したから。解散したんですか？解散したよ。ザブングル。そう。加藤だけになった。悔しいです。悔しいです。悔しいです。はい、どうもありがとうございます。悔しい。悔しいです。朝方松風ね、こう松風もともとあの最後の六本のところはちょっと色違う曲をかぶせてるんですよね。うん、最後の六本を踏むところは違う曲をかぶせてる。ああ、そう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 、もともとあれもうちょっと短いよね。短い肝心帳のところがね、そうそう、ちょっとかぶせて、あそこちょっと長くしたかったんで、あそこだけちょっとかぶせてちょっと自分なりに編集しての、お芝居だ、あ、お芝居じゃない、舞踊賞だったんですけれども、どう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 
どう？どれに対して何がどう？どれがやりたい？どれがやりたい？もしやるとしたらこのままがいいか。あ、そうなん？富樫がいい？弁慶はちょっと難しそう。体型的には弁慶っぽいけどね。難しそう。なよなよ系でいくと義経っぽいよね。義経はちょっと好きじゃないかな。いやでも義経っぽいよ。なんかこれ今のあれ、あの富樫と一緒についてくるし。富樫っぽいよね。あ、どちらかというと、ね、なんか富樫ってこう結構貫禄的なじゃないような気が。え、大丈夫さん。俺通行人。通行人。橋の上は渡る。ま、待つぐらいで待つ。まあ、待つ。なんでそこ笑いに持っていこうって。いや、笑いではない。真剣よ。いや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 。橋の役になろうかな。誰も楽なの。橋？橋。橋。橋じゃないっけ。まあ、こう通してくれんだろ。こう義経が通らんようにみたいな。そう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 。関所、関所。関所みたいなのを見せないっけ、うんうん、関所を見せないか。関所。やめとこう。やめとこう。うん、なんかいろいろバカがバレる。スッスッって、そういったことをこういった舞踊者もお芝居も今度、8月、熊本の平山温泉聚楽園で、公演いたしております。聚楽園はお昼1回の公演です。開演は1時からの開演でございます。終演時間がこういつもバラバラ、ここもバラバラやもんね。もうお芝居の関係でお芝居が1時間3、この間2時間行ったね。2時間行きましたね。びっくりしたよ。そういった感じで、お芝居が長いとそのままこうだいたい3時半の終演が4時とか4時半とかなる時もありますけれども、終演時間ははっきり分かりません。だいたい開演時間は1時からでございまして、交通手段がちょっとこう来づらいよね。バス電車がちょっと近くにない感じなんで、うん、車で来ていただいたら高速道でも高速もちょっと遠いよね。南関か菊水かインターがあって、うん、まあどっちからしても車でもそのインターから20分25分ぐらいのところ、ね、なので、頑張ってツイッターしてください。ツイッター、はい、なのではい、はい、まだその料金の方も劇団が決める感じな場所なので、熊本は決まり次第、はい、ツイッターの方でお知らせできればと思っております。今何も更新してないよ。フォロワーが7人います。すげえ。更新してないで7人。何もしてないのに何もしてないのにいます。じゃあまあそのフォロワーが増えてくれるのを楽しみに、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。8月は熊本、そして9月は広島県は福山市に、新しくオープンいたしました、6月にオープンいたしました新星座というところに、9月、劇団として公演いたしますので、お近くの方いらっしゃいましたらまた見に来てくださいますようお願いいたします。それでは15回あるのかな。あれば見てください。暑いので気をつけて。熱中症にならないように。